えー、2023年8月の27日、えー、っとね、これちょっと別校、別公差円淡井圭介本人、露出の面積の多い武将の能力全員下げなさいと。エロ業界は暴力団として判決が裁判所に出ていますと。あの、画像をね、誰が作ったのか、選んだのか、チョイスしたのか、今 AI とかに作らせていたから、